撃する機体を選んでください。やっぱり私ドレスを選択してください。派手に決めましょう。了解です。行こう。発進するわ。3、2、1、発進。 OK、 グッドラック。市街地から侵入してください。片付けるわよ。敵機信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。敵本体へのダメージを確認。もう少しです。速やかに次のポイントへ移動してください。マスターの戦果よ。ミッション開始です。居住区を抜けて進行してください。相手にならないわ。ハイパーシステムレディ。回収してしまいました。攻撃を開始してください。蜂の巣にしてやるわ。敵機にダメージ。その調子です。ハイパーシステム敵機信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。
敵装甲を無効化しました。敵本体へのダメージを確認。もう少しです。敵機動兵器の破壊を確認。次のミッションへ移行してください。マスターの戦果よ。ミッションスタート。河川を北上し、中心部に向かってください。システム起動。エクステンドしたわ。ハイパーシステム。ボムアイテム回収したい。ハイパーシステム起動。ハイパーシステムレディ。ハイパーシステムレディ。前方から高エネルギー反応来ます。10代ばかりでかくてもハイパーシステム信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。敵機にダメージ。効いているようです。ハイパーシステム Okay.
くなります。ハイパーシステム、スタンバイ。敵部隊に動きがありました。新たなミッションを転送します。マスターの戦果よ。ミッション開始です。地下通路を進み、最深部へ向かってください。ハイパーシステム、スタンバイ。臨界点までカウントスタート。エクステンドして。走行の 50% を破壊。攻撃を継続してください。
に新たな武装を確認。注意してください。ハイパーチェック信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。ハイパーシステム敵本体へのダメージを確認。もう少しです。ハイパーシステムレディ。目標完全に沈黙しました。これより新たなミッションへ移行します。マスターの戦果よ。ミッションスタート。敵の最新部に侵入し中枢を破壊してください。システム臨界点までカウントスタート。システム起動。臨界点までカウントスタート。
回転までカウントスタート。ボムアイテム回収した。謎の信号キャッチでしょ。ハイパーシステム起動。これは巨大な蜂。マスター来るわよ。ボンバー投下。ボンバー投下。ハイパーシステムハイパーシステム起動。ボンバー投下。ハイパーシステムスタンバイ。効いているようです。システム臨界点までカウントスタート。ボンバー投下。ボンバー投下。ヘッジ信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。ハイパーシステムスタンバイ。敵の装甲内部に手法を確認。攻撃来ます。ハイパーシステムのダメージを確認。もう少しです。殺してしまって分かってるの？
マスターの戦果よ。ミッションコンプリート。